はい。どうも皆さん、お疲れ様です。ターポンです。ターポンが実況するコールオブデューティモダンフォーやフリーフォール。今回はメインで使える武器の中ではラストになります。今回はシールドを使った戦い方でフリーフォール1位が取れるように頑張っていこうかなと思います。で、今回はシールドの他に投げナイフとオーバーキルというパークを使ってフリーフォー。MP7 サブマシンガン持ってきてます。あとはお前な一ので、人に細かかっいてとよ。ころは盾でクリアリングをして、メインはね、サブマシンガンで敵を倒していくっていう戦い方で1位を目指して戦います。で、今回はパーク構成の方はオーバーキル、ハードライン、そしてアップというね、武器の切り替えが早くなる、やつを持ってきてます。で、今回このフリーホールにおいて、このね、盾持ちのね、戦い方ってすごく有効で、なんでかっていうと、フリーホールの場合って正面からこういう打ち合いになってる。で、やっぱりその、UAV が展開盾可だ能とだ。正面から撃っても、そのシールドでね、倒しきれなくて、結局ね、こちこうらやっファてイコン武器を切り T0、替えら了れ解だ。て、倒 UAV されが展るっ開ていうを始ケーめスる。が結構多いので、すごくね、この盾を使った戦い方、ちょっとね、あんまりやることないんですけど、いざ自分がね、その、をやってみるとね、すごく面白いですね。で、今回このサブそでちらのね、指示で MP7 エア持スっトライてきクてが可るんです能けだ。ど、非常に使い勝手も良くて、接近戦ではね、結構ね、打ち UAV が燃料勝ち切れやすだ。い、そん補な給ね、のたサめブにマ引きシン返ガンす。です。さあ、順調にね、キルがつながってますけども。で、今回ちょっとスカベンジャーを持ってきてないので、弾が少なくなってしまうと、こうやって落ちてるね、敵から倒した武器を使って戦っていきます。まあ、本来であれば、例えば MP7 でパークでね、弾薬数最大から始まるフルロードっていうやつをつけた方が多分ね、もうちょっと継戦能力が上がるんでいいかもしれないんですけど、まあフリーホールなんでね、落ちる武器いくらでもあるので、うまく使いながら戦っていきたいなと思います。さあ、正面からの敵、横からね、横取りされてダメでしたね。さあ、こちらフェニックスペトログ3、ラー了ドっ解していた。うマップ通自信を体停が止ね、すちょっとる。こう広めのマップではあるんですけど、ある程度細かいところに、距離が短いところもあるので、そのあたりは、ターゲットまあ、に向かい。ミ縦で行くなり、サブマシンガンでね、クリアリングするなり、やっていきたいなと思います。さあ、一人殺したけど、ヘッドショットで打ち負けましたね。ただがね、このね、縦と、サブマシンガンを使った戦い方なんですけど、まあ、こういうところですね。こういうところはしっかりクリアリング、まあ、縦で構えてナイフで倒すと。あれぐらいの距離だったらね、ナイフ確実に当てられるので。で、この戦い方が何が難しいかっていうと、まずクリアリングするときに、どっちで行くかを考えなくちゃいけないんですよね。縦を構えながら行くのか、それとも MP7 でそのまま行くかっていうんですけど、をちゃんと見極めなくちゃいけない。で、ただでさえその MP7 自体がそこまでね、遠い距離は戦えないので、縦でちょっと距離を詰めながら MP7 で仕留めるっていう戦い方が、多分ね、いいかなと思います。さあ、細かいところはね、こうやって縦でクリアリングしていきましょう。さあ、一人倒して。さあ、ダブルキルいただきました。さあ、ここ盾を構えてね、UAV が展開可能だ。ナイフで倒すことができました。今作こちらファイコンはね、ナ T0、イフ了が解当だ。てやすいの UAV がで、展開結を始め構る。ね、フリーホールでこういう風に盾構えながらね、戦ってる時にナイフどでやちらられのる指示でエアスこトとライもクが結可能構だ。あって。さあ、エアストライク、ここを置きます。1人倒します。さあ、残り2点で V ドームですね。UAV は燃料切れだ。補給のために引き返す。で、結構今回で言うと、こちらフェニックス3、了解MP7、した。まあ通信を最開後始にすアる。ンロックされるサブマシンガンなんですけど、まあ、レートが速いので、かなり中距離でもね、火力を活かせるので、今のもね、盾を背負ってるからね、なんとか生き延びたんですけど、結構厄介ですね。まあ、盾自体がね、やっぱりこう正面とか、あと後ろのね、弾丸をね、防いでくれるんで、生存確率が上がるんで、すごくいいですね。さあ、AK 拾ってリロードして、正面。来ましたね。こ
ういう戦い方ですよね。その縦と手壊した時にやっぱり正面から撃っても倒せないんで、ちょっと躊躇してる間に他の武器で消滅っていう感じです。さあ V トールで、まで行ったので V トールで行きます。で正面、やりそびれたんですけど、手前に向いた敵を倒してなんとかダブルキル取れましたね。今のはね、伏せたことによって多分縦でね、ある程度ダメージを軽減できたんで多分生き延びたかなって感じですね。まあ、ちょっと危なかったですけどね。さあこのまま流れ的にはね、一気にニートのね、点数差を剥がしていきたいと思います。まあ、V トールも出てるんで、正面に行って倒してリロードして、こちらファルコン30、了解だ。 UAB が展開を始める。さあマップを見ながら戦うのがね、僕の戦い方なので、今ね、左上のところにね、赤点で、敵の位置がね、UAV で出てるんで、UAV 落とされない限りはね、マップ見れるんで。ただね、結構今作はね、UAV とかそういうの出してもね、結構すぐ落とされるので、フリーホールで UAV 結構ね、大事なんで、とにかく、敵の位置を把握するっていうのが大事なんでね。さあ、21対11です。さあ、ここで盾を構えながら、クリアリングしていきます。まあ、盾があるとね、正面から敵と敵を壊してもね、結構安心できますね。ただどのタイミングで武器を切り替えたりとかっていう、まあナイフ外してますねっていうのが大事になってくるので、さあリロードして、さあ上にいましたね。あそこね、意外と上登れるんでね。さあ、こういう室内入るときは盾を構えてクリアしていきます。さあ結構マップ自体が広いんでね、結構走り回る戦い方ですね。こういうサブマシンガンとか盾とか、走り回る戦い方をするにはね、結構相性のいいマップなんで。さあ後ろからちょっと足音が聞こえたんでね、なんとかダブルキルを取れましたね。さあストッピングパワーをリロードします。さあそこから盾を構えて後ろいますね。倒してレーダーまで行きました。リロードして左上のマップを見ながら敵の動きを予測して倒します。さあエアストライクレディーです。さあ中にいますね、建物の中ですね。盾を構えて、いやー、盾で防いでね、ショットガンだったんですけど、今のはね、多分盾持ってなかったらやられてたシーンですよね。補給のために引き返す。さあ残り3点です。さあスタン投げて、結構ねスタンはね、僕頻繁に投げるタイプなんで。こちらフェニックス3、さあリロードします。空中を開始する。で毒ガス前方で出てきたんですけど、毒ガスは完全にね、視界を潰せるわけではないので、敵の位置はね、結構わりかし見えますね。さあ残り1点、もちろんここはね、ナイフでラストキル決めたいところですね。さあ、しっかりクリアリングして、さあいるぞ。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回は盾を使った戦い方でフリーフォール1位が取ることができました。これでメインはね、全部制覇したので、次回からはサブマシンガンのカテゴリーで、フリーホール1位が取れるように頑張っていくのと、新武器の方もね、戦っていきたいなと思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。